まゆちゃんは贅沢な悩みだなって。うちの和道さんはお金も稼いでこない、好きなことパッパラパーってやってるけど、私が一生懸命配信して家庭を支えてる、うんうん、和道さんかわいそうじゃん。ゼロワン、それは和道さんかわいそうじゃない。ゼロワンはしっかり稼いで、和道さんだって本当はあれだけ稼いでくれたら、ね、稼げないんでしょ。なんだかんだ面倒見てくれて、それはどうなの。じゃあ自分が逆にそう言われたらどう。ゼロワン全然稼ぎなくてさみたいな。いいな。いや俺は稼ぎあるからいい。じゃあ稼ぎなくなったらなくならないから。絶対に保証できるの。保証はできないけど、リスナーさんがそれ言われたらすごい傷つくんじゃない。俺をそんな惨めな思いさせない。それすごい傷つくと思うよ。それは猫間ちゃんがちょっとひどくない？いや喧嘩してる時にね、うん、やろ？よくないやん。月5万円もダメか。趣味見つけないとな。見つけようよ。でないと一生ギャンブルやで。じゃあ週1でパラパラと遊ぶわ。それはいい？友達と遊ぶのは。いやパラパラ言ってたよ。ゼロワンと遊ぶのはギャンブルだからこの前断ったって。配信で言ってたね。であんたも言ってたよね。ギャンブル以外で遊んだことないってね。あれじゃない、カジノ。だから行かねえよそんなとこ。でパチンコってさっき言ったじゃん。パチンコしか行かない。でそれ嘘だよね。それカジノ行くよねって言ったらすごいあのチックで頭振り回して動揺しすぎてぐる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 頭。絶対行こうとしてたんだよ。行かねえよ。動揺してた。もうちょっとダメだわ。こう潰されるわ。普通さ、一回バンになってたらさ、そういうこと言わないじゃん。俺冗談で言ったって言ってるのにさ、養分カジノって言っただけだけど。潰されるクリちゃんも知ってたんでしょ、パルパルと遊んだら。だからもうやめてよ、もう鬱陶しい。え、自分が嫌なこと言われたらそれでブチギレる。それは私にずっとやってんだよ、これ何時間も。どんな気持ちだと思う。あんたが先にやってきたんだよ。チェックひどいしな、また動揺して。じゃあ、また明日交渉します。今日ちょっと諦めますもん。無理なんで。今日帰ってちょっとやりたかったんだけど、ちょっと無理なんで。1万でも無理。月1万でもいいわ。それで全身全霊かける。月1万でいいね。1万だけでいい。本当に約束する。ちょっと本当に1万もダメ。もうその話は今したくないっての。1万もダメ。1万とかのお金そうじゃなくて、今音カジの話しないでよ。1万もダメ。だからちょっと本当にもうその話しないで今。いやマジでやばいよ、うん、あ10個あります。とにかくその話しないで。疲れちゃったもん。うん、分かった。トラウマなのにまだ。で、養分と一緒だったらいい。で、養分も音階じゃってんの。ん、音階じゃってんの養分。で、養分にやらせるのはいい。やらせるの。うん、横で見てる。で、あんた携帯でやるよね。みんな携帯でやらせようかなと思って。友達が負けるとこ横で見とこうかなと。飯うまじゃん、負けてたら。それあんたも携帯でログインできるんだもんね。ん、監視できないじゃん、私。いや、一緒に配信でやる。だってあんた裏配信、裏でやったもん、お金。養分がやればいいんじゃないじゃん。養分が音カジやればいいね。でもあの養分ですら音カジ怖がってんだよ。なんでゼロワンの金に執着。まあ将来考えてるんじゃない。うん、執着、お金に執着とかじゃなくてさ、結婚しようと思ってんじゃない。そんな人と付き合いたくなくない。
結婚して、結婚したら俺のお金って前のお金じゃん。うん、でも結婚前提だからもう前のお金なんだよね。え？俺のお金だよ。だから結婚前提は嘘なのじゃあ。いや結婚前提でもいいけど今は俺のお金だよ。でもだからあの前のお金っていう前提じゃん。だから結婚前提、お金も前提。結婚前提ってことは結婚した時のためにちょっとでも残しとくってこと？残しとく、だからとにかくやってほしくないって話。お金とかじゃなくてさ、結婚したらお金管理するの？別々だよ。俺来るん時もそうだったから、うん、俺の金は俺の金、うん、前の金は前の金。来るでやってた時は、うん、家賃も全部折半だった。なんでかっつったら配信という不安定な職業だから二人とも、うん、普段の感じじゃないから、うん、で配信でもお金かかるしね。そうやってやってた。そうなんだ。うん、でも俺が多めに払ってたけど、うん、だから結婚しても俺の金は俺の金、俺の金は俺の金っていうか、どうでもいいけど、うん、もうそのギャンブルの話やめて。疲れちゃうから。でもギャンブルじゃん。俺と付き合うのってギャンブルじゃん。だからギャンブル、一か八かじゃん。ギャンブルしたくない。男と付き合うのもそうじゃんね。男と、この男と付き合って失敗した女性もいっぱいいるじゃんね。40になって、ああなんで私この人選んだんだろうってギャンブルなんだよ。変わるんでしょ。人生はギャンブルなんだ。ギャンブルじゃない。俺を選んでる時点でギャンブルなんだよ。大きな賭けに出てるんだよ。じゃあ何、私信じた私がバカだったってこと？信じた私がバカじゃなくて、まず罰に子持ち、そしてモラハラ前科。3度目の正直って言ったじゃん。うん、モラハラの前科ありね。今まで女傷つけてる、それ、その俺とね付き合うってことはギャンブルだよね。ふざけて言っただけ。あの無難なとこ攻めるんだったら、あの罰歴もついてないし、そして初婚でね、で配信者じゃなくて普通に公務員とか、そこはギャンブル要素が少ないけど、俺と付き合うってことはかなりのギャンブルだよ。じゃあ信じた前がバカだったの？いや信じてもいいんだけど、ギャンブルしてるよってことじゃなかったらね、キャバクラでモテるんだったら本当にね成功してお金持って。いや私ギャンブルしたくないんだけど。ん？ギャンブルしたくない。いやもうしてるんだよ。してないっつうの？してるんだ。したくない。じゃあ俺としたくないわ。付き合う時点でしてる、うん、したくないんだ。別れるってこと？したくないもん。別れるの？うん、うんって言った。うん、別れるの？だってギャンブルしたくないもん。でも俺と付き合うってことはギャンブルだよ。あんたは信じてって言ったから、そんなこと言ってなかったよ。付き合うことギャンブルだから、それ前提で付き合うなんて言ってないじゃん。やだよ。例えてるけど、俺と付き合ってギャンブルでしょ。他の男と付き合うのもギャンブルだよ。人生はギャンブルって言いたいだけ。人生はギャンブルなんだよ。お前を選んだのもそうだしね。一か八かだよ。分かんないよ。そんなね、公務員と付き合って幸せになれるかっつったら、蓋を開けたらね、モラハラ DV がすごいとか、誰の金で飯食ってんとかね、ひどいこと言われて失敗するパターンもあるしね。めちゃくちゃ金持ちと付き合ってみたはいいけど、会社が潰れて借金まみれになって失敗したパターンもあるし、それは分かんないけど、男と女もギャンブルだよってこと。人生なんてギャンブルだよ。成功してる人なんてね、一か八かの世界くぐり抜けてきてるんだよ。なんかマック食べたい気分。ドライブスルー行く？うん、照り焼き食べたい。なんかナゲットとね。じゃあしつこく行ったから連れてってあげるよ、ドライブスルーで。ありがとう。うん、まあ、じゃあ移動するわ。電話も食べる？マックね。うん、ということで一回終わります。今マックぐらい安いからいい。終わるんで、最後にですね、あの、マガジンみたいなください。お願いします。ちょっと2時間頑張ったんですいません。あ、パラパラ漫画最後に投げてください。ありがとうございます。
こんな僕たちですけど、頑張っていくんで温かく見守ってください。あ、ガリバーさんもありがとうございます。じゃあ終わりますんで、はい、うまくいくようにね頑張っていきます。ありました、たくさんアイテム。あと出なは多分無理じゃない今日はね。じゃあね。